デルトビズ内閣府が7日発表した4月の景気動向指数によりますと景気の現状を示す一致指数は1ヶ月前に比べ横ばいの96.8となりました基調判断は改善を示しているに据え置きましたまた景気の先行きを示す先行指数は2.1ポイント上昇の102.9で2ヶ月連続の上昇となりました